がこれできるか。何のシナリオもないですけど。急にでかい。ゆうゆう。しょうこさんと浴衣とかで人気のないところで見たいですね。それやめてこう。ございます。ただいま大阪本町に来ております。京都から約1時間ほどですね、高速飛ばしてきたんですけれども、今日はね、楽しみなジムにお伺いしたいと思います。クソ暑いっすね、もう真夏な感じ。ジム到着しました。レクサー、今日はね、トレーニングルーティーンお送りしたいと思います。はい、皆さんこんにちは。こんにちは。2度目かな。2度目かも。2度目でもめっちゃ昔。久しぶりの登場のさやかでございます。イエーイ。コンテスト1週間前の感じで昨日も飲んでた。昨日も食べそうに美女4人かで飲んだな。バインバイグラタン食べて。初 J クラシックかな、はい、初 J クラシックドレス部門挑戦します。はい、ということで、そのさやかです。貴重な1週間前のトレーニングをね、一緒にさせていただくということで、はい、エクサビジターね、呼んでいただけて、おかげさまでトレーニング一緒にしていきたいと思います。今日は肩にする。うん、肩でいいよ。肩にしよう。久しぶり肩。昔背中やったし。あ、確かに。よく覚えてるね。いや、女性もほらドレス着て肩出すでしょ。うん、出しますね。メリハリ大事ということで、男も女も肩トレ大事。イエーイ。はい、それでは肩トレやっていきます。まず1種目目がハンマーストリングスのショルダープレスでございます。3セット行っていきます。ちょうどね、10発できるかできないかぐらいの重量設定、まあ、オーソドックスにまずは高重量コンパウンドで三角筋のフロントをまず潰していく。やっぱり、ね、私も1種目目の1セット目というのをすごく重要視しているので、まあ、1種目目1セット2セットですね。そのあたりでね、しっかりと出し切るのはすごく、そこでトレーニングの成果の7割が決まるというぐらいの気持ちでやってます。やっぱフレッシュな状態で使い切る大事です。マモマモ、ナイス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 。そして2種目目がライングリアレーズです。重量は多分これ10キロぐらいかな。ある程度コントロールしてネガティブをしっかりと耐えるというような意識でやってます。この辺りは、例えば14キロでブンブン振り回す時もあれば、10キロでしっかりとコントロールして、ネガティブで最後ね、10秒ぐらい耐えるっていうようなやり方もやったりします。やっぱりね、しっかりとストレッチネガティブがかかるので、筋肉痛が来やすい、成果の出やすい種目になります。最後、耐える。めっちゃいい、ここいい。はい、また女性も、まあ、肩、やることで相対的にね、顔が小さく見えたりとか、 V シェイプ、くびれのラインからの V シェイプが綺麗に見えたりするので、肩は大事かなと思います。続いて、3種目目が、ワンハンドのサイドレーズです。これは昔 YouTube の動画でご紹介した新型サイドレーズでございます。ぜひ、ね、詳細はそっちを見ていただきたいんですけど、ちょっと体のね、チーティングを使いながら、しっかりと重りを上げていって、ネガティブで耐える高強度なサイドレーズを、ストイックな形。でもチーティングも使う。そんな感じですね。ちょっと矛盾してるんですけれども、ニュアンス伝われば幸いでございます。結局ね、最後は全く同じメニューをこなしてくれております。コンテスト前ということで、ね、最後の追い込みですね。ナイス。これは情報で直接 BCA を飲み込んでるところですね。そしてケーブルの、続いてサイドレーズやっていきます。限界までいったら最後アップライドローに切り替えます。まずはストリクトに上げられるだけやって、まあ10発ぐらいですね。10発やったらここからね、あのアップライドローに切り替えております。はい、ナイス。漏れてる。で、これもう明らかに最下のやつ
重いんですよね。ただこれですね、もう一番軽い状態でこれちょっとそのデフォルトのケーブルの重さがちょっと重すぎたということで、もうワンレップ目から補助です。そのままってあるからできるって思う。ポジティブなこと言ってますね。できる。柔軟性をカズニーがこれできるか確かめる。10秒くらい。これネタじゃないですか、ね、ガチですから、ね、腰の柔らかさも大事なんでね。バックポーズとかでカズニーに勝てるとこあった。今度要改善でございます。ちょっと疲労骨折してそこから腰を反るということを全くしなくなったので今後の課題です。首がつりそう。ショーゴサマープロテイン。でもこれインスタで見たわ。絡まっちゃいます。そんなこと言うなよ。え、そんなこと言うなよ。かっこいいやな。そう、そうです。でも現状中やと思う。じゃあ行きます。イエーイ、かっこいい。よいしょ、お疲れ様です。お疲れ様です。ショーゴサマープロテイン、かわいい色。いただきます。いただきます。美味しい。さっぱり系。ベリーだ。ベリーやねん。これ飲んだら翔吾さんみたいにマッチョになれるっていうことで。マジか。5本ぐらい飲もうか。でもやっぱ筋トレやってる男性。うん。ほんまっすか。私はね。でもある一定のね、ランクみたいなのあるよね。うん、多分女の子やったら。ジャニーズ系の細マッチョ的なのか、スポーツモデル的な、フィジーク、ボディビル、どの辺がいい？翔吾さん。じゃーん。お、いただきます。あれ、ちょっと一瞬だけ。何のシナリオもないですけど。え、今日は急にでかい。急になんかもう急に。急にでかい。ゆうゆう。そうなに。たまたま。たまたま。狭ない、これちょっと。はい、もう、画角に収まらないです。二人でも収まらないぐらいです。たまたま大阪に。はい。サイカと今、今日トレーニングして、うん、その後、京都のお芋屋さんがレセプションでパーティーがあるので、うん、お芋屋さん、もっと野菜っていうお店で。食べに行くの。女子みたいな。そうです。甘いのとかでどうですか。めっちゃ好き。何もなかったら行きたいけど。確かに。ちょっとコンテスト終わり。京都どこなんですか。京都の河原町とかそういう町中。翔吾さんと夢は浴衣とかで。わあ、かっこいい。嵐山とか行って人気のないところで脱ぎたいですね。竹竹林のところとかで脱いでポージングとか。それやめてこう。トレーニングやっ、うん、さっきやってたね。終わって、うん、終わって今からこれ飲んだら翔吾さんみたいになれるっていうので5杯ぐらい。5杯ぐらいのかな。見たんすよ。うん、見た。チャラいチャラい言ってました。琵琶湖で、琵琶湖でチルしてる時の写真。琵琶湖行ってたの。これ行ってました。周りが60人ぐらい人がいたんですけど、ほぼ外人さんで。あ、そう。やっぱでも外人さんってみんな鍛えるから、うん、琵琶湖でもやってました、トレーニング。琵琶湖って広いよね。いいな、俺もデート動画撮りたいな。2人で。いや、男、いや、女性と、ダメか。YouTube でやってみたいね。視聴者さんの層って、でも男性が多いんですよ。ほとんど男性。同じですよ、私。9割5分以上。あ、そうだね。男なんで、女性出すときは逆にもう、こういう綺麗な女性出てもらって、ええやろ。筋トレしたらこんなんねんでっていうのを見てもらうしかないっすね。どんな人とデート動画撮りたいの。あ、でもいいっすね。でもなんかトレーニングしてる女子は多分トレーニングされてる人好きな人多いと思う。やっぱ一般の女の子やったら。でも逆に男性はそんな来なくない。男性は分かれますね。どちらですか。あの、女性やっててほしいか別に。別にやってなくてもいいんだけど、まあ、ちょっと筋肉はしててほしい。まあそうですね。めっちゃムキムキだったというか。うん、同じくです。分かります。そういう意識がジムにちょっと行くぐらい、ぐらいがちょうどいいかもしれない。楽しく行くぐらいの。ちょっと美意識はやっぱ持ってほしいぐらいの感じで、なんかめっちゃお尻こうなってて、とかを入れずに、どこまで求めてない。それでも女性もあるんじゃない。そうそう、なんか、この間もその海とか、久しぶりにこの行ったら、一般の方の男の人の体を久しぶりに見て、うん、なんかレクサーいたらもうマジしすぎて、なんかみんなかっこいいじゃないですか、やっぱ鍛えられて。知らず知らずのうちに比べちゃう。いや、比べるとかじゃなくて、びっくりした。常識が溢れる。こういう感じか、みたいな。同じ人じゃない。そう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 。外人のマッチョでも、翔吾さんみたいに大きい人いないでしょ。いない。もう異次元。まあ、それはね、異次元。僕はこれなりわいなんで。確かに確かに。琵琶湖にいたらやばい。琵琶湖に翔吾さんいたら。だからたまにでも行ってるよ。周り引く。でも楽しみ。翔吾さんの大会楽しみ。応援しております。今って声出してもいいんですか。いやいや、まだなんでしょう。まあでもなんか、わからん、どうなるやろうね。そろそろかもしれないですね。何にみたいな。もう出していいよとは言わんやろうけど、ああ、この間の大会の時は、うん、5月かなはまだ注意はされてたんですけど、ちょっと慣れてきちゃったところもありますよね。なんか
拍手とかで、でもやっぱちょっと雰囲気違いますよ、ね、うん、やっぱあのなんか掛け声の盛り上がりすごい、この間ザマッチにとっては、うん、みんなすごかった、もう関係で、もうお構いなしやな、今回の11月のとかも多分規模でかいんで、なんかそれこういう雰囲気になるかな、なんか拍手とかで多分収まらない、でもさっき俺が言ったお客さんも、サラリーマッチ無視さん、そう、嬉しい、私の周りでもやっぱ見てる人多い、会社ずっと持ちながらっていうのです、なんかそうですね、そうじゃないと、もうただの普通の細マッチョなので会社にやってるっていうのが一つ救いかもしれないです、ぜひ、機会があるな、機会はね、作りましょう、ある機会が、ぜひお願いします、いつでもみんながめっちゃ楽しみにして呼ばれて3時間後には行くって3時間、微妙なよ何時間、京都なんですよ、でも意外やねんな、京都っていうのが、東京都もすばらしい、会社が京都なんで、山田機会作って、ぜひ撮影しましょう、イエーイ、よし、よし、サイカーさんもやろうか、YouTube な、やろうやろう、デート動画はい、お疲れ様です、でもマッチョの攻略法みたいな、あいや難しそう、やっぱ変わってる方多いじゃないですか、マッチョの攻略法な、これだけで一本になりそうだ、逆に言うとマッチョが女性を口説く時の方法とか、ね、意外とそう、うん、男の人とかでもこうマッチョって、まあ、多分モテるために始めたみたいな人ある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 けど、多分ここの域まで行っちゃったらまた違う、そうな、もう違うかもしれない、だってファンが男性多いね、 YouTube 上の女性死んだかなっていうぐらいのもう男なんで、逆にもう何も気にする必要ない、まあそうだよね、たまに見てくださる方はいらっしゃる、サーカとか YouTube はもう綺麗に半々で、ああそうなんや、インスタとかは逆にもう64ぐらい男の人、あそれでも64ぐらいのバランスいいね、なんかやっぱ歯医者やからかな、ああなるほどな、やっぱちょっと違う層が見てくれてるのもあるかもしれない、結婚して男性の人数減ったんちゃう、その減りましたそれは減った、やっぱそうだよな、もうガーンみたいな、アイドルの現象と一緒やな、結婚したらやっぱり異性がね、ちょっとへこむんだよな、いやでもなんか私の中では結婚してもこう仲良くこうやってしてくれる男性とか、うんうん、私を好きで、はいはい、好きでいてくれるファンが嬉しいなって、ああそうやね、思うかな、俺もなんか兄にされてしまったから、だってカズニーって呼んでるのは私だけかもしれない、意外に浸透してきた、そう浸透してきてみんななんかカズニーって呼ぶようになり始めて、それは女の子、うん、男の子、男は逆に言わへん、あそか、お兄ちゃんキャラになりたいのじゃないんやけど、でもお兄ちゃん感めっちゃある、頼れる、あやっぱりあそれは嬉しい、結構何でも相談とかはしやすいかも、うん、やっぱこう硬派な感じがいいですよね、みんな、今からですね芋屋さんに行きます、京都のですね芋と野菜というお店、レセプションパーティーに呼んでいただいておりますので、インフルエンサー枠ということで、オープン前お伺いさせていただきます、そんな感じで、はい、バーイ、今、芋のお店に来ております、芋ブーム、はじめまして、株式会社クラフトマンの中村と申します、ちょっとね、なんかドタバタしてるかもしれないんですけど、じゃあ、撮らせていただきます、ありがとうございます、よしよし、わーいすごい、このなんかめっちゃねっとりしてる、皮とか皮についてるのは全部お芋から自然に出た肉、うわすごい、これはもうなんか蜂蜜が塗ってあるとか砂糖が塗ってるわけではなくてオーナーさんが多くて、いつ芋でございます、そうね、すごいね、いただきます、うーん、甘い、うまい、うん、すごい、これでも蜜かけてないって言ってましたよ、すごいすごい、めっちゃねっとりしてる、初めてかも、ありがとうございます、3時間かけてじっくり焼いてっていうので、蜜で煮込んでるみたいやな、え、そう、煮込んでるみたい、トマト野菜、これ、この甘さでトマトを使ってない、でも、うまいね、こうやってさ、屋外でさ、こうやってやることでさ、周囲にさ、人が集まってるわけじゃないですか、商売人ですね、さすがですわ、さすがですね、こうやって人が美味しそうにしながら食べてんの、そうやん、体に良くて、女性でも罪悪感なく食べれるとか、本当に体いいものとかっていうの、このお芋の蜜も罪悪感なく全然使ってないので、あの最初ちょっとシロップで伸ばすときに使ってるんですけど、ベースはお芋の蜜なんで自然の甘さでできてるものでございますので、安心して召し上がっていただければな、3時間じっくり焼くことによってあの垂れてくるお芋の蜜、うまい、おいしい、1時間半ぐらいが焼く時間なんですけど、ちょっと待ってください、せっかくだったらちょっとここね、ちょっとまだね2階と3階まだテナント埋まってなくて、そこでパーソナルジムしましょうじゃあ
客さんやん。集客手伝います。集客も、いや、もう、兄さんから完璧でしょ。頼もしすぎる。ちょっとこんな感じで。確かに、芋の匂いする。なるほど、めっちゃいい匂い、めっちゃいい匂い。へぇ、あ、芋。なるほど。言ってた、ドロンドロンの。これ芋から出た自然な蜜、3時間じっくり焼くとこうなって、それをこう、スイートドルとかに使ったり。ショーやん、あれ、あ、側面ショーこれ、ショーってか、これあー、しばらくないます、グラブ僕これ、一回に持っていかない。お芋のソフトクリームと一緒にみたいな。まあ、ちょっとこんな感じで、菓子製造業っていうのと、アイスクリーム製造業っていうのを取ってるんで、京都の牛乳とか使ってアイスクリーム作ったり、これを下に持ってない、置いといた方がいいと思います。いや、もうもちろん。冷蔵庫の中身ってどんな感じ。あ、それそれなんですか。スイートポテト、スイートポテトのこれに卵を塗って焼き芋を形整えてっていう感じで。はい、お疲れ様です。帰宅しました。今日はですね、大阪レクサでトレーニングをして、サマー正午プロテイン。プロテインを飲んで、佐藤正午さん乱入してくださり、足止めしてしまいました。失礼しました。それもしかしたら今後またコラボなんかもできるかもしれないということで、お楽しみにしていてください。京都に戻って、芋食べて、というところなので、タンパク質補給したいと思います。あんまりタンパク質を今日取れてない。そしてさらにお土産を、芋と野菜っていうところ、京都の。うわ、うまそう。あ、芋、芋っすわ。芋ね。うわぁ。お土産をいただいたんですよ。芋と、あ、スイートポテトだ。スイートポテトだ。これも炭水化物だね。全部炭水化物か、そりゃ。やばい。これもやばい。芋サンド。これ絶対やばいな、これ。これもうちょっと腹減ったんで、食べつつも炭水化物とプラスタンパク質ということで、プロテインを飲もうと思います。もっとプロテイン、最高じゃねえかよ。プロテインは、バルクス。バルクスのプロテインはですね、やっぱなんだかんだ私は抹茶が好きでございます。WPC 抹茶。新味のエネルギードリンク味みたいな。それも今飲みたいなと思いつつも、その芋とのね、相性を考えると、チョコとか抹茶とかが合いそうな気がするので、今日は抹茶でいきたいと思います。そして、ここで告知でございます。バルクス真夏のウルトラセールということで、期間が7月20日から8月の9日、バルクスのホエプロテインが最大 16%。1kg 2980円。税込みで3218円で購入可能ということで、私はね、今本当にガチでバルクスを結構メインで飲んでます。いろいろね、飽き防止のためにいろんなプロテインを飲んでるんですけれども、まあ、溶けやすさとか、まあ、味とか、まあ、コスパも含めておすすめでございますので、皆さんもぜひ。私個人的には抹茶とかチョコが偏差値高めで好きかなと思います。でも全部外れないですね。WPC のおすすめでございます。WPA もね、結構飲んでるんですけど、今、まあ、オフ期ということで、美味しさ重視、コスパ重視で、ぜひご興味のある方は、ね、チェックしてみてください。それと宣伝じゃないんだけど、今日トレーニング一緒にしてくれたさやか、インフルエンサー仲間といいますか、フィットネス友達、まあ、妹みたいな感じなんですけど、さやかは、ね、歯医者なんですよ。んで自分で歯ブラシを今作ろうとして、しかも 100% プラスチックを使わないって、ね、この歯ブラシがいろいろ捨てられてたりとか、年間36億本廃棄されているということで、琵琶湖の魚種だったかな、植物を使ってサスティナブル歯ブラシ頑張っております。商品化は出してないらしいんですけど、まあね、そうやっていろんな団体とかを巻き込んでやってるみたいで、使います。ありがとう、応援しております。これ、ね、サスティナブルな活動とかもね、今後ね主流になってくるますよね。プロテインもコオロギとかね、いろんな案件できますわ。まだちょっとマクロだったりとか足とかの部分ではあれなんですけど、そのうちそういうのが主流になってくるかもしれないですね。肝でいただきたいと思います。これトラッキングができてないんで、本当はこうしたらパッとなるんですけど、ならない。まあいいか、すごいのよ。じゃあいきます。うん、あ、ボケのまんま。でもうまい。今日はですね、この後まあ YouTube とかオンラインサロンとかお仕事して、夜からまたオンラインパーソナルの新規のお客様3名いらっしゃるので、その方々のセッションというかね、カウンセリング、最初無料カウンセリングをやらせていただいて、いいのは終わりという感じになります。まあ、日々こんな感じでですね、インドリしたり美味しいご飯食べたり、自分のビジネスやったりという感じで休日は過ごしてるんですけれども、ぜひですねオンラインサロンとかご興味のある方入っていただけると、まあ、Zoom とかでこういうお話することももちろん可能ですし、オフ会とかもコロナがちょっと落ち着いてきて、いろいろ実施とかっていうのも予定しておりますので、B
リアルでもね、ぜひ会いに来ていただければなと思います。いつやるっていうのはまだ確定してないんですけど、だいたい月1ぐらいの頻度で大阪で実際のリアルのパーソナルのセッションもさせていただいてます。オンラインでね、こういう感じでリライフジムとして全面食事指導バックアップっていう感じでやらせていただいております。ご興味のある方はね、ぜひ概要欄にありますのでチェックしてみてください。今後はね、この活動もより広げていって、セミナー活動とかいろんなことをやっていきたいと思います。そういった情報は公式 LINE で先んじてご提供していきます。公式 LINE も合わせてぜひチェックしてみてください。 YouTube でお話しできないような限定動画とか有料セミナーの限定公開とかやらせていただいておりますので、ぜひ友達になってみてください。それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。ここまでご視聴いただきましてありがとうございます。ご感想とコメントお待ちしております。この動画が面白いな、参考になったというふうに思いましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。密で手がカペカペ、バイバイ。限界は超えられる。ノーリミッツ。Gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it.